そこまで言うなら、オリジナルソング歌いましょう。ですね、この曲はですね、本当はね、僕とジャスティンで2人で歌ってるんですけど、まあ正直年齢言うのはなんなんですけど、若者に特に届けたい。僕もね、僕まだちょうど1年前何してたかっていうと、多分今頃仕事から疲れて帰って、家で帰ってゆっくり YouTube でも見てると思います今この時間ぐらい。1年前までね普通に大工してました。で、今ねこうやって歌ってるんですけど、まあこうやって上京する前に、やっぱ上京するって言ったら親とか友達とかいろんな人からね言われます。そんな夢見てんじゃねえとか、うまくいくわけねえよとか言われると思います。みんなもね、なんか夢あると思います。プロボクサーになりたいとか、プロ野球選手になりたいとか、なんでもいいと思うんですけど、大きくても小さくても、そんな時にね、やっぱりね、初めの第一歩踏み出そうとした時に絶対にね、周りから反対されます。これはもうね、多分みんなそう、みんな一緒なんです。最初の一歩は怖いし、なかなか踏み出せないけど、一歩ね、踏み出して本気でやってみてください。3ヶ月ぐらい本気でやってみると分かると思います。本当に本気でやってみたらこれできるなとか、まだやってもないのに諦めてる方は絶対にやってみてください。人生一回きりしかないんで。でその時の僕もね、そうやって上京するって言った時に親とかに反対されて、その時の気持ちとかを、書いてます。でもう一つの詩はね、ちょっとジャスティンのところも歌わせてもらうんですけどね、ジャスティンが上京した後、まあね、やっぱ一歩踏み出したとは言ってもそこからも問題いろいろあります。その話とかもね、この曲に加わってます。ちょっとまだね2人の曲なんで、1人で歌うのは不慣れなんですけど、今できる僕の限界を今からお見せしたいと思います。聞いてください。ストーリー、どこか自信もあんだい。大丈夫さ俺もまだ若い、みんなそうさ俺一人じゃない。今幸せで特に間もない、でもなぜか心にもやがあんだい。あいつはいいよな、運がいいよな、マジで羨ましい。くそ俺だって汗水垂らして動いてんのに、でも本当は分かってんだ、分かってんだ、マジで俺ダサい。タバコ吹かし覚悟決めた、今日が終わる最高か。この先どうなるかなんて誰も分かりゃしない。誰の人生も一回きり、俺が自分で決めたストーリー。どうなったって構わない、一瞬まで笑いたい。笑われ物にもなってやろう、俺が自分で決めたストーリー。自分の努力と裏腹に周りからは追い越され、あの日恐れていたことすべて雨のように今降りかかる。覚悟を決めたはずなのに、これでよかったのかと不安に、自分自身のことすらも疑い、囚われ光も弱くなる。それでも走った、走りまくった、泥だらけになりながら、プライドも何もかも剥がれ落ち、疲れ果てずには倒れ込んだ。そんな時手を差し伸べてくれたあなたがいてくれたから、一人じゃない今わかった、明日が始まる最高か。この先どうなるかなんて誰もわかりゃしない、誰の人生も一回きり、これが自分で決めたストーリー。どうなったって構わない、待って笑いたい、笑われ物にもなってやろう、俺が自分で決めたストーリー。つまずいて転んだって、誰かに笑われたって、グッと歯を食いしばって前を向こう。
できるわけないと言われたってひっくり返すから待っとけ。俺たちが世界一になって証明するから。しまってんだろうけど夢を見せるよ、見ててくれよ。波解けよ、この先どうなるかなんて誰も分かりゃしない。誰の人生も一回きり、これが自分で決めたストーリー。どうなったって構わない、一周回って笑いたい。笑われ者にもなってやろう、これが自分で決めたストーリー。卒業ライブ6日目が終了いたしました。ありがとうございます。いや本当にね、まだまだね、歌も下手くそで、うまくね表現もできない僕なんですけど、こんな僕を見に来てくれて本当にありがとうございます。まだまだね、まだまだってほどでもないですけど、まだ、初めて6日目なんで、あとね3ヶ月ぐらい続きます。ぜひね一息でもいいんで、皆さん見に来てくれたら嬉しいです。これからも、リリーのベルよろしくお願いします。ありがとうございました。終わりです。